同僚の方がですね、素敵ですねと、こういった色も珍しいですしっていうことをさらっと言っていただいて非常に嬉しかったですね。すごく楽しんでます。もう月曜日の朝とか会社に行くのが憂鬱なんですけど、バッグ借りるようになってからそれが吹っ飛ぶぐらい、バッグを持った瞬間にテンションが上がるっていうか、よし行こうみたいな気分にさせてもらえるバッグの一つになりました。もう最初にお借りしたのがもう気になってしょうがなかった、絶対自分では買わない、すごいショッキングピンクだったんですけど、セリーヌのファントムっていうやつ、それをお借りしたんですね。そしたらもうみんなから褒められるし、主人はどうしたのそれとか言うしいろんなものを体験できるから、自分が買えないものをね、それがまずすごいなと思って。交換が何回でもできて、普通買うってなると挑戦的というよりかは日常使いだったり長く使えることを意識して、あまり派手なものを自分は選べないんですけど、交換できるっていうことで、もう普段だったら選べないようなデザインとか色に挑戦できることもお気に入りのポイントです。必要な時に必要な分だけ使えるサービスっていうのは今の自分のライフスタイルにすごく合っていて、こう自分の好きなことをしてるだけで環境に配慮できてるっていうのがラクサスを使ってるとすごく実感できるので、その点も気に入ってます。使ってみないとやっぱりわからないのがすごく大きくて、ルイのハンモックは本当に自分が憧れていて、せっかくならお借りしてみようかなと思って使ったんですけど、デザインが、まあ、ちょっと特徴的だったので使った感じがどうなのかなと思って借りたんですけど、思ったよりそれが良くって、自分でちょっと購入する検討材料にすごくなったりとかもありましたし、友達と食事とかお茶をするタイミングで持ち歩いていて、そこで結構褒められる機会がありましたね。自分も試してみたいっていう風に友人に言われたので紹介してあげて、彼女もバッグを新しくレンタルして、お互いにバッグをレンタルした状態で一緒に旅行に行ったりとかしてます。実際にその1ヶ月お借りすることができる、気に入らなかったらもっと早く返送したっていいわけだし、それがかなり気軽にできて、自分の中でここのバッグはこういう感じ、ここのバッグはこういう感じとか、そういう知識が身につけることができるので、自分が買うときに本当に買おうって思ったときに失敗しないで済むなっていうことを思いましたね。